東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの19回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発高田が東京ドームのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。インサイド空振り。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ドカーンと大きな当たりです。入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、ジャイアンツ初回いきなり先制弾を浴びました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。バッターは2番に入っている糸原。昨日のゲームでは4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ヒットになった。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー八木。昨日はホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。ええー、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。低めの変化球は決まりません。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。うん、なるほど、そうですか。引っ張った、サードゴロです。取った、これはサードのエラーです。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には掛布入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。さあまず1球目、まずはストライクを取りました。打ちました、ライトに大きな打球、ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。バッターボックスには5番石峰。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。あ、そうですか。まあここは切り替えていくしかない。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。
バッターはアリアス。昨日のゲームはなんとホームラン3本を含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。ジャイアンツ初回から打った、高く上がった、レフトが下がっていく、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは注目のルーキー木戸。昨日のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。いやー、当たってましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。ジャイアンツ先制点を許す形となっています。打った、大きな打球になった、フェンス直撃、二塁へ送球、これで4連打、ノーアウトランナー一塁です。8番バッター中谷、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち切れていきます、ファウル、引っ張った、サード取った、セカンド送球、セカンドホースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターはピッチャーの岩貞。タイガース、ダブルプレーでランナーなくなりました。打ちました、これはショートライナー。しかしこの回タイガース3本のホームランが飛び出しました。6対0。これから2回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。池田がマウンド。さあ、マウンドを任されたのは池田。今シーズン10試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。さあ、里崎さん、ここで打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス糸原。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目、空振りになります。大きく外れてボールです。これが4球目、2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これが今シーズン150本目のヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割6分2厘となっています。初球打ち、大きな打球になった、レフト下がって入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。このホームランでシーズン最多打点記録に並びました。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。4番バッター掛布、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。ここは打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。10対1。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。5番バッター石峰。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。さあ、外してくるのか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい。低めわずかに外れてボール。この球は外れています。次が勝負ですね。はい。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。
バッターボックスは6番アリアス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワンアウトランナーなしです。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど。さあ三遊間、若林掴んでツーアウトになりました。打席には7番バッター木戸。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは打った。吉川取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。10対1。タイガース里崎さん、序盤から大量失点となっています。なんとかしたいところですよね。まあこの状況になってしまったら仕方ないですから、まあなんとかこの回をもう失点せずに終わらせなきゃいけませんよね。そうですね、なんとかこの回だけでもという展開です。打ちました。伸びていく。この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の岩貞がバッターボックスに入ります。ここは雑なピッチングにならないようにしたいですね。そうですね。初球から積極的に行きましたがファールグラウンドへの当たりで2アウトです。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。ボールになります。次が3球目。打ちました。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。高め空振りです。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。11対1ジャイアンツなおもピンチです。バッターは3番八木。まあジャイアンツとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。打った。高い打球レフトが追いかける。追いかける。入った。ツーランホームランが出ました。このホームランで打点王争いの単独トップに立ちました。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。13対1。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、初球ストライク。危ない球です。3球目は何で来るか。外の球外れています。さあ4球目は何か。打ちました。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたが最後はライトフライ。掴んで3アウトです。これから4回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15、沢村が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。これが1球目。いやーちょっとヒヤッとしましたね。まあ変わって出たピッチャーの初球は狙われてますから要注意でしょうね。そうですね。2球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターボックスアリアス、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなし。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうだ。真ん中左中間破っていきました。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。打った。レフトに大きな打球。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。14対1。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。8番バッター中谷。
インサイド落ちました。レフト弾く。ボールを拾って、これで3連打。ワンアウトランナー2塁1塁。さあ打席には先発の岩貞が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、痛烈、センターに抜ける、バックホームする、これで4連打。ワンアウト満塁です。打順はトップに帰って糸井。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。引っ張った、岡本ホームに送球する、ホーム送球アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。打順は2番糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、打ちました、いい当たりだ。さあどうだ、右中間真ん中破りました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーも今ホームイン、ホームに送球、本塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい戦い、ジャストミート、レフト下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。これが3球目、ボールになります。さあ勝負してくるのか、変化球ボールになります。打ちました、浅いフライ、ここはフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックス掛布、今日はホームランを放っています。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ち上げた、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがライト掴んでツーアウト。バッターボックスは5番石峰、今日はホームランを放っています。ツーアウトで三塁線、ファウルです。ファウルになります。いやー甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。はい、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。バッターは6番アリアス。前の打席は打たれたのがねツーシームですからね、今度はどう使うかリードの見せ所ですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ファウルになります。打ちました、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打順は7番木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。引っ張った、サード取った、2塁送球アウト、ここは2塁をアウトにしています。1塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは8番中谷。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ここは気をつけ、三塁線、若林抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。タイガース大量リードしています。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやもちろんですよね、最後まで試合を諦めないという気持ち。これから7回、この回ピッチャーからの打順でしたがタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の板山。ジャイアンツ厳しい展開で終盤7回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。バッターランナーは2塁まで進みました、これがチーム20本目のヒット、ノーアウトランナー2塁です。打順は1番に帰ります、バッター糸井、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。ファウルになります。バッターボックスの糸井、今シーズンの得点圏打率は6割3分となっています。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには2番糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、
2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する。これで5打席連続のヒット。ランナー3塁1塁となりました。これが初球。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。三塁へ送球。タイガース1点追加します。ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチです。バッターは4番掛布。さあ初球は何か。初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。ホームに送球する。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、センター前へのタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点。ジャイアンツピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは坂本。さあマウンドに上がったのは坂本、今シーズン10試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。引っ張った。この当たりはどうか。外野大きな打球になった。レフト線フェアです。これでマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには7番木戸。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス中谷。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。高く上がった。これはどうか。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。まずは変化球から入りました。見送ります。さあ3球目は何か。外へ持っていきましたが入りません。打ちました。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って糸井。まずは簡単にストライクが来ました。落ちるボールでカウントを取っていきます。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り。ここはランナーを変えさせません。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8回まで来ました。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。八木バッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリー、しっかり捉えた。切りました。ファウルボールです。さあ2球目は何か。スライダー外れます。打ちました。これは三塁側のスタンドに入ります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、坂本まずは先頭バッターを三振に仕留めています。5番
バッターボックス石峰。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく打った。高く上がった、頭上入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。打席には6番バッターアリアス。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、レフトポール際、惜しくも切れてファウルボール。打ちました。これは大きい、伸びていく。ここは打ち上げています。ストレートを打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにも、ここは初球打ち、スタンド一直線、文句入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打席には8番バッター中谷。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。バッターは板山。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。ストレート打った、ボテボテのピッチャーゴロ、取った、これは際どかったが一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあバッターは岩崎、そのまま打席に入ります。ここは代打で攻めていくべきだと思いますね。はい、そうですね。バッターボックスには代打の近本。さあバッターは近本。この打席でホームランを放てば今シーズン10本、2桁へ乗せることになります。左中間へ、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、タイガース追加点。ジャイアンツこれ以上離されるわけにはいきません。バッターは2番糸原。一塁ランナーを気にします。セーフ。初球は何で来るか、初球空振りです。もう一球牽制球、二塁を送ります。タッチはアウト。ここは牽制でアウト。次が2球目、ファウルです。インサイド落ちました、取った。これで6試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。打順は3番八木。今日は2本のホームランを放っています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。和田、走ってきた、キャッチャー送球して、振り込んでアウト、ボール失敗。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。